皆様こんにちは。今日は、こちらの鶏もも肉を使ったレシピをご紹介していきたいと思います。今日作る料理は、鶏チャーシューですね。鶏チャーシューを作っていきます。ご家庭で鶏肉を使う機会が、多いんですが、いつも同じメニューになってしまうので、何かちょっと違った、レシピはありませんかというお声をいただきましたので、今回はちょっと一手間、いつもより一手間かけて、いつもとは違うメニューを作っていけるようにレシピをご紹介していきたいと思います。今日使う材料は、こちらの鶏もも肉、そしてみりん、調理酒、砂糖、お醤油、そしてごま油、糸唐辛子、白胡椒ですね、にんにく、生姜、長ネギと卵、こちらを使って、作っていきたいと思います。よろしくお願いします。ネギ、長ネギを、準備していきたいと思います。青い部分、これは鶏をチャーシューを煮込むときに、作るときに一緒に煮込んでいきますので、青い部分は切り落とします。はい。で、まあ縦半分ぐらいでしょうか、まあ、こんなもう大きくて大丈夫ですので、煮込みますので、この状態で、取っておきます。白い部分ですね、これは、今日は白髪ネギに、仕立てていきたいと思います。この長さですと大体半分ぐらい、5センチ幅ぐらいでしょうかに切っていただいて、で軽く半分ぐらいまで切り込みを入れます。で中心にあるこれですね、この芯、これも一緒に煮込んでしまいますので、これも取っておいてください。この薄い部分は、千切り、細い千切りにして、白髪ネギ仕立てていきます。で、千切りにできましたら、こういった氷水用意していただいて、一度お水にさらします。まあ、お水にさらしていただくことによって、シャキッとくるっとなって、まあ辛みとか、ちょっとネギ臭さすぎる、まあ、ネギの強い香りがここで抜けます。で、まあ、5分ぐらいつけたら水からあげて、水気を切って用意しておきます。生姜はこれはちょっと厚めのスライスにしていきます。皮はついたままで大丈夫です。この両端のちょっと、もし両端が乾燥して変色していたら、両端薄く落としていただいて、で、そのままちょっと厚めのスライスに、はい、この感じですね。まあ、最初にこう手の腹で、指の腹でこう触っていただいて、ちょっと硬い骨ですね、軟骨や、まあ血管、ちょっと血合いがないかを確かめていただいて、これは大丈夫ですね、ありませんね。もしあれば、包丁でそれを切り取ってください。チャーシューなので巻いていきますので、この厚さを揃えていきます。均一にしていきます。分厚い部分、こういうところに切り込みを入れて、開いていきます。はい、こうすることによって、まあ、巻きやすいですし、火も均等に入っていきます。で、反対側も同じように、ちょっと分厚い部分を切り開いて、厚さを揃えていきます。で、まあ、この両端ですね、巻き始めと巻き終わりはやや薄くなっても大丈夫です。分厚いとポコンとそこだけ出てしまうので、ここで下味を軽くします。お塩ですね、まあ、一つまみぐらいで大丈夫なので。そしてで、白胡椒ですね、白胡椒をここで、はい、そうしましたら今から巻いていきます。まあ、こう余分な水分を
両面拭き取っていただいて、でしっかりと広げてください。グッと広げて、このこちらの皮がピンとこう張った状態にしていただきます。でそうしましたら端っこの方から、くるくるとこういう風に巻いていきます。この巻き終わりの部分に、爪楊枝ですね、爪楊枝を刺して、ちょっと仮止めします。今からこれをタコ糸でこう縛っていくんですが、その縛ってる間にほぐれないように爪楊枝で仮止めします。はい、はい、ではタコ糸で、縛っていきたいと思います。タコ糸ですね、100円ショップとかにも売ってますので、でまずはこの一番端っこですね、この一番端っこをキュッとこう止めてしまいます。最初の支点を作ります。一番最初だけここで紐を1回、2回からげてください。2回からげてキュッと止めます。でここであんまり強く結びつかなくて大丈夫です。後でぐーっと火を入れた時に中に入り込んでいってしまって肉に食い込んでしまいますし、糸もちょっと後で取り外しづらくなりますので、ここで2回からげていたらほどけにくくなりますので、ぐっと食い込まない程度に止めていただいたら、さらにもう1回ここでキュッと止めてしまいます。そうしましたらここを自分の手前で一度輪っかを作ります。こんな感じですね。で輪っかを作ったらそれを下に滑り込ませてキューッとそれを引っ張ります。キュッ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 、はい、はい、こんな感じですね。そしたらあとは同じ作業の繰り返しで、ここで輪っかを作って輪っかを通してこれを引っ張って締めていきます。輪っかを作って下を通して締めていきます。ここの巻き終わりですね、この辺は結構軽くで大丈夫なんですが、巻き始めと巻き終わりだけややきつめにキュッと絞ってあげてください。はい、絞りました。そしたらこれをそのまま裏返します。でそのまま裏返してここにやや余裕を持たせた状態でもうこの糸は切ってしまいます。はい、でこの糸を先ほど結んだこの輪っかに通していただいて、もう一度下にグッと戻します。ですね、でそれの同じ作業をもう一度ここでキュッと、その繰り返しですね。でここでもし糸の間隔がこうちょっとここ狭いけどここ広いみたいな感じになってましたら、ちょっと間隔をここで調整してあげてください。均等な間隔になるように調整していただいて下に戻すと、最後にここを通しましたらもう一度返して元の状態に戻ります。で戻ったら最初にこう締めた起点、支点ですね、支点のベースの部分のこの糸とこれを結びます。はい、結びました。でもう一度ここで結んで、ここは二重にして取れないように二重にして止めます。で余った糸を切り取っていただいて、先ほど刺した爪楊枝ですね、これを抜いていきます。これを結構忘れちゃうっていう場合が多いんですが、忘れないように気をつけてください。はい、これでまあゆで卵、普通にゆで卵を作っていきます。基本はだいたいゆで卵って10分ぐらい茹でるんですが、これは後からチャーシューを
煮込むときに一緒に煮て味卵に仕上げていきますので、まあ、7分ぐらいちょっと浅めに火を入れます。はい、そしたら7分このまま茹でていきます、7分経ちました、7分経ちましたら、上げていただいて一度お水に落としてもらって粗熱を取ります。でなんか完璧に冷やさなくて大丈夫ですので、あの一度ここで粗熱を取って殻を剥きやすい温度にします。ひびを入れていただいて、まあ、1箇所プッと抜いていただくと中に空気が入りますので、ここからもうペロペロペロと、はい、ペロンと抜けますね。ちょっとこう周りに細かい殻とか残ってましたら軽くすすっとゆすいでいただいて、でちょっと水気を切ってこれも味卵に仕上げていきます。チャーシュー今煮込む前に鶏肉に表面に焼き色をつけていきます。火は中火ぐらいで大丈夫です。でサラダ油大さじ1杯程度ですね。はい、でフライパンがある程度温まりましたら、皮のこの面が一番広い部分を下にしてまずは焼き色をつけていきます。で最初フライパンに、鶏肉を入れましたら、こう油をちょっとフライパンの上を滑らせて油を全体にまとわせてあげてください。反対側もそうですね。油を全体に一度まとわせて、それから焼き色をつけていきます。で、まあ、ここでこうやって焼いておくことによって、まあ、皮面とか、まあ、身にもある、油ですね、余分な油がここで落ちます、そして周りが焼き固められて煮込んだ時に、旨味が逃げにくくなります。あとは、香ばしい香りがついて風味がプラスされます。でこのフライパンのこういうちょっと丸みを帯びた形状を利用して、あのまんべんなく焼き色をつけていってください。ちょっとこう傾けてこんな感じでまんべんなく焼き色をつけていきます。でこう焼いてるとどんどん油がこう出てきて、あのこういう油だまりが出てくるんですが、それを適度にこうちょっとクッキングペーパーとかで拭き取っていただくと、あの焼き色がつきやすいですし、油だまりにこの鶏の水分が落ちてバーンって弾けるのを防ぐことができますので、まあ、油がバーッと溜まり始めたらちょっとクッキングペーパーで一回拭いていただけると良いかと思います。そして、まあ、こういうふうに全体にきれいに焼き色がつきましたら、一度取り出して今からこれを煮込んでチャーシューに仕上げていきたいと思います。で鍋ですね。で、まあ、こういう風に汁も余ってる、これも旨味なので入れちゃってください。で、鍋はできる限りあのちょうどのもの、ジャストフィットなものを選んでください。あんまり大きすぎて水をたくさんこう水分をたくさん張らないといけないような感じになっちゃうと旨味がその分そこに逃げてしまいますので、できるだけ小さめでジャストフィットな鍋をチョイスしてあげてください。では調味料入れていきます。お醤油です。みりん、調理酒です。そしてお砂糖ですね。お水をここで加えていきます。でお水はまあギリギリこの食材が被るか被らないかぐらいですかね。で、先ほど取っておいたネギ、でこのネギも一回ですね、こう一回こうねじって潰しておくと、あの風味が出やすいですので、ここでちょっと一旦ねじってあげてください。そして、生姜ですね。そしてニンニクですね、半割りに切って一度パンとこう叩いて潰したものですね、ポンと入れて火にかけていきます。で一度沸かしたら落とし蓋をして、そのまま30分ほどでしょうか煮込んでいきます。
はい、そしてまあこんな感じで沸き始めましたら少し火を弱めていただいてアクを軽く取ります。こういうクッキングペーパーで落とし蓋を作っていきます。はい、そしたらこれを、ラペラペラーと開いていただいて落とし蓋にします。で、火をここで少し弱めて、まあ、グラグラと揺らいでいるぐらいの火加減ですね。ボコボコ沸かす必要はないです。はい、でこの状態で、今から30分ほど、これを煮込んでいきます。はい、そしたら今15分ほど、煮込んだのですが、ちょっとわかめに作ったゆで卵をこのタイミングで入れます。まあ、最初から入れてもいいんですが、今こうやって15分経って肉のうまみがこの水分に溶け込んでますので、まあ、そのタイミングで卵を入れて、これも一緒に味玉に仕上げていきます。このチャーシューもコロンと転がして向きを変えてあげてください。ここからまた15分ほど、落とし蓋をして煮込んでいきます。薬味をちょっと作っていきたいと思います。先ほどの白髪ネギですね、水気をよく切って拭き取ったものです。それ、はい、糸唐辛子ですね。で、そこにごま油を、まあ、軽くさっと混ぜ合わせるぐらいで大丈夫です。はい、では、30分ほど経ちましたね。で、そうしましたら一度これを、この煮汁と一緒に、冷やして、ぐーっと味を染み込ませていきます。半日からまあ1日ぐらい寝かすとしっかり味が染み込んで美味しくいただいていけるかなと思います。卵も一緒に入れてしまって大丈夫です。クッキングペーパーみたいなやつをかぶせていただいて、この水分に浸かりきらない部分にもこのクッキングペーパーが水分を吸い取って、こっちにも上にもまんべんなく味が染み込むようになりますので、で粗熱が取れたら蓋をして、冷蔵庫で半日から1日休ませていきます。それではそろそろ味が染み込んだかと思いますので、切っていきたいと思います。そうしましたら、まあ、まずハサミでもいいのでこの糸を切っていきます。はい、はい、そうしましたらだいたい1センチ、まあ、7ミリから1センチぐらいですねの輪切りにしていきます。よいしょ。薄く切っていただいても大丈夫なんですが、薄く切るとですね、なんかどうしてもこのくるっとなってる形がですね、ちょっとほどけて形を保てなくなっちゃうんで、できれば1センチぐらいの厚さに切ることをおすすめします。では続いて卵を切っていきます。卵を切り方はお好みで大丈夫なんですが、こう輪切りにしていただいてもいいですし、今日は半割りでいきます。はい、こんな感じですね。先ほどつけていたこの煮汁ですね、で、まあ、やっぱりちょっと余ってしまうと思うんですよ、こういう風に。で、余ったらですね、これまあもう一回ゆで卵をこれで煮て味玉とかにもできますし、これをスープにしてまあラーメンとかちょっと麺を湯がいてこれをスープにしてそのままラーメンにすることも可能ですので、まあ、捨てずに何かに活用してください。
はい、それでは鶏チャーシューの完成です。じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。とってもプリンプリンしててジューシーで美味しいですね。やっぱ肉厚にちょっと切った方がよりなんかこう食べ応えがあると言いますか、美味しく味わえますね。まあもちろんおかずにもなるんですけども、結構ビールが飲みたくなるようなおつまみにもとっても向いてるんじゃないのかなと思います。ぜひ鶏肉が余っていたら、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。